皆さんこんにちは。谷正樹ゴルフアカデミーインストラクターの柿花です。今回はですね、この左足下がりの傾斜の打ち方を説明していきたいと思います。結構アマチュアの方だと結構こう左足下がりのライってすごく苦手っていう方が、多いかなと思うんですけれども、理由としては、アマチュアの方が苦手っていう理由としてはやっぱりこう、ボールの手前の方が右側の方がこう上がってきてるので、若干ダフりやすいラインになっているっていうのが一番こう苦手意識を持つポイントなんじゃないかなと思います。左足下がりの場合、ボールがちょっとこういつもよりクラブがこうロフト側に立ってしまう分少し飛びやすくなるので、クラブ自体は一番手ちょっと小さめのクラブをチョイスしていきます。構え方なんですけれども、若干ダフりを軽減させるために少しだけ指1本分ぐらいクラブをまず短く持っていきます。 できるだけこう傾斜に逆らわないように少し左に重心があるような感じで構えていくと、こうダフりを少しこうさせない構えになってきやすくなります。ここで打ち方のポイントなんですけれども、一つ一番大事なポイントがこの左膝になります。スイングをしていく上で左足下がりの場合、左足がこう伸び上がってくると自然とこう体が右に傾きやすくなって手前をダフりやすくなってしまうので、できるだけこの左の膝の角度を保った状態で傾斜に沿ってクラブを振り抜くように意識をしていくと、結構こう左足下がりも難なく打てるようなイメージになってきます。ではちょっと打ってみたいと思います。まずクラブちょっとだけ短く持っていただいて、ボールの位置は通常のポジションよりも、やや右目、ボール半個分ぐらいですね、右目に置いてもらって、重心は傾斜に逆らわず若干左寄り。ここから左膝の角度をできるだけ変えないように打っていきたいと思います。ではちょっと打ってみます。今こう7番アイアンで打ってみたんですけれども、球の高さは本当にもうドライバーよりもずっと低い球でこう飛んでいくので、最後ランが出やすくなってきます。そういった意味でもちょっとこう小さめのクラブで打っていくと距離も合いやすいかなと思います。左足下がりちょっと苦手な方非常に多いとは思うんですけれども、ぜひ参考にしてみていただければと思います。